ジョセップ・ボレル・フォンテジェスは、スペインの政治家。欧州議会議長やスペインの外務大臣などを経て、2019年12月より、欧州連合外務、安全保障政策上級代表。スペインではスペイン社会労働党、欧州議会では欧州社会党の会派に属し、同会派のスペイン出身議員団の代表を務めた。このほか 2010年1月より2012年まで、欧州大学院の総長も務めた。バール・コンデナラ・ホームフォービア・ワイ、レクル・ダクセル・インテント・ディー・サクレディター・カイリー・フィキンドール、デゲー。ヨーロッパ・プレス。ボレルは父親が経営していた、小さなパン屋のあった、リエイダ・ケン・ラ・ポブラ・ダ・セグールで生まれ育つ。基礎教育は読書で補われていたが、リエイダで、中等教育を修了した。ボレルは、 バルセロナで工業会計を学んでいたが、1年後の1965年にバルセロナを離れ、マドリード工科大学で航空工学を専攻し、1969年に同大学を卒業した。この頃ボレルはマドリードコンプルテンセ大学でも経済学を学んでいた。1969年夏、ボレルはイスラエルの器物に参加し、そこで後に妻となる。 フランス人のカロリーナ・メイヨールと出会う。なおカロリーナとは、その後離婚している。1975年、議士としてマドリードにある国営石油会社カンプサで働き、他方で同じ年に、当時非合法政党だった社会労働党に入党する。1979年、ボレルはマドリード議会の議員となり、1982年に、 社会労働党のフェディーペ・ゴンサーレス政権で経済省において財政政策を担当する役職に抜擢される。1998年、ボレルは党内で2000年の総選挙で首相候補を決める予備選挙において党首のホアヒン・アルムニアに対抗して立候補したが、党内の圧力を受けて1999年に候補を辞退した。またボレルは 同性愛に対する尊重を示す一方で、自らが同性愛者であるという噂を否定することに追われた。2004年、首相で、社会労働党党首のホセルイス・ロドリゲス・サパテーロは、ボレルに対して2004年の欧州議会議員選挙で、社会主義系の候補の先頭に立って選挙戦に臨むことを打診され、この選挙で僅差で勝利した。 議長選挙では投票した700人の議員のうち1回目の投票で388票という絶対多数を獲得した。この時の投票ではボレルの他にポーランドのブロニスワフゲレメクが208票、フランスのフランシス・ビュルツが51票を獲得していた。この投票では保守系会派である欧州人民党との合意が成り立っており、 ボレルが2004年7月から2年半の議長を務め、その後2007年1月から2009年7月までの2年半は、ドイツのハンスゲルト・ペテリングと交代する約束が交わされた。2004年7月20日から2007年1月15日まで議長を務め、退任と同時に開発委員会の委員長に就任。2010年1月、 欧州大学院の総長に就任し2012年まで務めた。2018年に国民党のラ・ホーイ首相に対する不信任案が可決されたことで最大野党であった社会労働党のサンチェス書記長が新たな首相に選出された。これを受けて発足したサンチェス内閣でボレルは外務欧州協力大臣に任命された。2019年12月1日に 欧州連合外務安全保障政策上級代表に就任し、これをもってスペインの外相は退任した。1998年からボレルは元環境省のクリスティーナ・ナルボーナと恋人関係にある。2006年9月28日にボレルは欧州連合に加盟する北欧諸国は戦争の厳しさを経験していないと発言して歴史的な知識が不足していることを示した。 欧州連合に加盟している北欧の3つの国のうち2つの国は第二次世界大戦期の戦闘に関わっている。フィンランドはソビエト連邦に攻撃された一方でデンマークはナチスドイツの占領を受けていた。ボレルは欧州議会がストラスブールにある土地を議会が取得するという決定を擁護しようと考え、先の発言は欧州議会の決定に事を唱える人々が戦争を 経験していないとされている国の出身であるということを示そうとしたものであった。フィンランドのスウェーデンをしフーブスターズ・ブラデットは、ボレルに対して、フィンランドにある戦争犠牲者の墓地を訪れるべきだとする記事を掲載し、また、フィンランド出身の欧州議会議員は、ボレルのヨーロッパ史の知識について情けないものだとした。翌日、ボレルは発言について、 スウェーデンにのみ言及したつもりであったとして気分を害した人々に対して謝罪した。しかしこの発言は批判をさらに増大させる結果にしかならず、デンマーク、ノルウェー、フィンランドの各市はボレルについて歴史だけでなく地理についても知識が不足していると書き立てた。2020年2月5日にボレルはブルッセルの欧州議会でのイベントで スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥンベリによる気候変動対策を訴えるデモに参加する若者らをグレタ症候群と事実上皮肉を込めて発言をし、避難を浴びることとなった。ありがとうございます。